はい、どうも、赤トゲメットです。スーパーマリオメーカー実況プレイ第3回始めていきたいと思います。遊ぶ世界のコーナー。前回の動画から、5ヶ月経ってます。だいぶ経ちましたね。はい、前回の動画では、赤トゲが作ったコースを淡々と紹介していくような動画でした。結構長かったな。で、今回はですね、前回紹介したコースを、まあ、一つ一つ解いていこうと、用意したギミックを解説していこうと思います。で、前回の投稿から、またね、ステージをいくつか作っているので、それの紹介はいいか。いいか。まあ、ID は出しますので、よければやってみてくださいね。ということで、まあ、やっていきましょう。前回の動画の概要欄に、ID、ページ書いてあります。よければそちらでご確認ください。やってみたい方はご確認くださいということで、やっていきましょう。前回の紹介した動画を順番にやっていきます。はじめに十字度感。クリア率 59.02%、ベストタイム11秒。早っ。やっていきましょう。十字度感。ちょっとね、喉の調子がね、あんま良くないんで。申し訳ないのですが。ニューマリーですね。コインがいっぱい出てるぜ。おっと。で、このレンガは、こうやって壊せまーす。わー、コインがいっぱいあるぜ。嬉しいね。コインはいくらあってもいいですからね。キノコも無限に出てきます。これが初めに作ったステージですね。厄介なとこに出てしまった。ね。こうやってやれば楽です。行きましょう。おっとっとっと。上からキノコが降ってきます。うわーい。抜けられます。今度から全部入れません。端からず。おっと。落ちゆく。パタクリ。痛いな、この野郎。で、にゃっ。行き過ぎた。ワンナップができます。たくさんワンナップできますね。ボーナスステージ的な感じ。簡単ですね。続いてのコース行きましょう。チカマウヨッシー。クリア率、26.31%。低め。ベストタイム33秒。早い。行きましょう。チカマウヨッシー。スーパーマリオブラザーズ。チカですね。ヨッシー。入れません。でかいパックンやクリボーが出てきます。入れません。ヒー。ヨッシーです。上には乗れません。危ないですね。倒しておきましょう。ここはギリギリ乗れます。ここはあれジャンプ台が出ます。よいしょ。で、のこのこがいるので、まあ、こういうことです。ハイリスク、ノーリターン。よい。まあ、下の足場からも行けます。ジャンプ台を使わなくても行けるんですけどね。入れません。ね、ここにいるクリボーはあんま意味がないですね。危ない！こんな感じです。
まあ、初めの方に作ったステージなんでね。まあ、こんな感じですよ。33秒早いな。はい。続いてのコース、トーリャンセ。ベストタイム34秒、クリア率 45.35%。半分ぐらい。遊んでみましょう。こんな風に淡々といきます。こっちも初代ですね。キノコ。ちなみに、ここにアミーボ。アミーボじゃない。ハテナキノコ。ここはランダムです。トーリャンセということで、くぐってみようというステージを作ってみました。むせた。トーリャンセ。という名のイライラ棒。ちなみにこの下のジュゲムは、上下のジュゲムは、ぷくぷくを出してきます。厄介ですね。超イライラ棒。雲消えたし。スター状態のまま一気に駆け抜けたい。ところです。そんなスーパーマリオメーカー。ベストタイム早いな。他には入れません。続いてのコース。トベトベリフト。クリア率 20.27%、ベストタイム31秒。早っ。結構長いんですけどね。遊んでいきましょう。トベトベリフト。よっと。ニューマリユーですね。さあ、嫌なところになかなかいますが、この先の地形がね、こういうことしたくなるよねっていうので作ってみました。オートマチック。よいしょ。ここはギリギリです。危ないですね。おっと、勢いよくやってきた。やつはパックンフラワーを放ってきます。嫌なやつですね。できれば倒しておきたいです。うわ。危な。危な。あう。なんて厄介な野郎だ。まあ倒せますけどね。危ない。とても危ないですね。あーたーい。まあ雲出るんで倒せるんですけどね。流れるようなプレイをあなたに。どこが流れるようなじゃん。ほい。消えた。はキノコです。ジャンプ台を持ってなくても大丈夫です。そんな変わんないけどね、ジャンプ台を持ってても。危ない。プクプクが飛んでる。お、ゴール。こっからプクプクが出てますね。厄介です。うまく溜めてワンナップしましょう。っていうコースです。続いてのコース行きましょう。この次のコースがブロスキャッスルなんですが、コースが削除されました。残念。というわけで、その次のコースへ。急いでパルテナ様。クリア率 62.67%、ベストタイム10秒、短い。それもそのはず、ショートコースです。行ってみましょう。急いでパルテナ様。急げー。1画面です。とにかく、細い道を、ひたすら走ってください。
9ステージです。パルテナじゃねえじゃん。そういう落ち着き。パルテナでゴールしようっていうステージです。ハンマーブロスが邪魔ですね。慎重に行くもよし、大胆に行くもよし。次のコースで行きましょう。早っ。すげえ、ここ249回も遊ばれてるよ。次のコース、全自動マリオ、オートマティックマリオ。クリア率 36.85%。ベストタイム36秒。全自動です。初めて作った全自動ですね。そこそこの長さ。スーパーマリオワールドですね。行きましょう。何も押さないタイプの全自動。スクロールで流されるタイプ。まあ初めて作ったやつなんでね。最近の全自動マリオすごいですよね。手が込んでます。うーん、これは、半年前ですね、作ったのは。半年前のレベルです。もうそれから全自動までは作ってないから、ファイヤーバーが危ないよ。さあ、ここでスクロールが止まってしまう。ぴょんと。ここはもう、バネの力で。危ない!でもクリアする。ワンアップ。嬉しいね。ヨッシーが2匹います。見切れたー!悲しい。っていうステージ。うん。まあ、9月11日のコースなんでね。今となってはですよ。次のステージ行きましょう。壁を越えて、ビヨンド・ザ・ウォール。クリア率 17.9%。92% 低い。ベストタイム36秒。早い。行きましょう。壁を越えてビヨンドザウォール。さあ、スーパーマリオワールド先輩、ああ、ワンワン。行きましょう。キノコ。2回目からワンワンを押さないようにしましょう。なんとなく入っちゃったけど、壁を越えてっていうステージなだけに、ここ、越えられません。入れません。隠しブロックもないので行きましょう。おっと。やはり足止めを食らってしまいましたが、バネがあります。これを持って帰りましょう。っていうステージ。行ったり来たりのステージを作ってみたいという感じで作っていたと思います。確か。ここで吐き出せば飛び越えられます。で、入るところがある。そして、階段状に並んでいるものがある。ゴールがある。このままヨッシーで突っ切ってもいいですが、まあ、ここ行ってみましょう。ここ行ってみると、キノコがあって、まあ、三本芝居は置いといて、ここに隠しブロックがあります。それはないな。まあ、こういうことですね。で、テレサ店がいます。上矢印、こんなところにツタが。にゃっ、カメクだー。にゃー、よいしょ。ここに P スイッチがあります。さあ逃げましょう。よけろ、キー。なんていう大変な思いをしなくても、これでいけるんですね。
楽。よいしょ。よっ。落ち着いて。よいしょ。よいしょ。このように行きましょう。そうすると、こっちで、剥ぎ出して、階段ができます。するとね、ワンナップが取れます。という話。まあ普通にヨッシーを投げ捨ててゴールしてもいいんですけどね。こっちを使うとワンナップが取れます。ということでした。次のコース。よいしょ。SMB3 アスレチック BGM オートプレイ。クリアリティ 77.35%、ベストタイム19秒。ねえ、早い。さあ、オートプレイということで全自動です。コメントが10、いいねが140にたくさん来てますね。全自動なので触らずいきます。スーパーマリオブラザーズ3アスレチック BGM。というステージですね。落ちまでついて。まあこれはね、結構初期に作ったステージなんで、まあこんな感じですけども。今すごいですよね、曲作るサウンドコンポーザーは。進化しすぎだろうって思いますけどね。まあ、9月13日に作ったものですからね。半年前ですよ、半年前。こんな感じです。というわけで次のステージ。隠し橋、ヒドゥンブリッジ。クリア率 19.3% 低め。ベストタイム38秒。行ってみましょう。ちなみに ID は全部出てますんでね。やってみてくださいね。はい。ニューマリユーですね。テンコイン。こっちはワンナップ。待て待て待て。こっちは入れない。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 ねえ。おっと、通れなさそうですね。通れない。先行ってみましょう。さあ、下はいけませんね。おっ。お。なるほど。危ねえ。隠しブロックができてますね。出てきてますね。しかしこれでは、上通り抜けることは難しそうです。なんで、この土管に入ってみましょう。バネ。おっと。やられた。こっちは出れます。こっちは入れません。入れるわけではない。行ってみましょう。こうやって乗り継いでいくと、土管が出てきてプロペラだっていう感じです。この場でいつ使うんだよ。で、この上はいけません。入れません。トゲだらけだ。で、こっから出ると。お！なるほど。このようにやっていけば、隠しブロックが出て、橋がつながるわけです。これがこのステージの隠し橋という名前の由来です。さあ、このままでは上行けないので、またこっちに入る必要があります。
おっと、調子に乗るとトゲでやられます。やべ、落ちた。あ、抜けらんねえっていう時にこの扉でスタート地点に戻ってこられます。厄介なトラップというわけで、お、このようにいきます。2周目からは、まあ、できた橋を渡っていくわけです。こういう風に行ったり来たりするステージを作ってみたかったっていう感じです。はい、クリア。このコース38秒で行けんのか。うん、そう作った場合ないんだけどな。すごい早い。次のコース行きましょう。空の旅スカイウォーカー、ベストタイム1分1秒、クリア率 5% 低く。行きましょう。初代マリオですね。レッツゴー。さあ、いきなり危険ですね。下が見えません。とりあえずこっち行きましょう。ワンナップだ。矢印に沿っていきましょう。猫マリオ。これはランダムのアミーボです。アミーボじゃない。キノコです。さあ、右への矢印が出ているので、こっち行ってみましょう。いけない。おい、おい。いけないぞ。というわけで、このままではいけません。さあ、どうやって解くんでしょう。フーコ。さあ、この足場に乗ります。このまま右へ行く足場に乗ってもダメです。なので、ここで左の足場へ移ります。うまくくぐり抜けると P だ。 P がある。押す。すると、さっきまでブロックだったコインがブロックだったところがコインに変わっています。そしてここを通れるわけです。なるほどね。そして移り渡りましょう。移り渡る。おっと、危ないぞ。あとは下へどんどん降りていきましょう。よいしょ。バネか。よいしょ。上からワンナップが出てきました。さあ、矢印がありますね。上行きましょう。通りに行く。おっと、ドッスンがいるぞ。特になんもなさそうです。入れない。さあ、ここは、ツタをどんどん渡っていくような感じですかね。危な。イライラ棒ですね。バブルをうまく避けていきましょう。危ねえな。不思議だね。熱い。さあ、お化け屋敷に行きました。お、ツタが伸びました。テレサが邪魔。さあ、ここにあるのは、あのハテナブロックを押せんのか。きつい、きつい、きつい。
おっと、上からでかいテレサが来たぞ。うん、難しそう。きついな。下へ誘導して、飛び越える。よし。再びツタが出てきました。歓声が当たった。そして、ここから出られます。というわけで、こう渡ればゴールです。めっちゃ歓声上がってますね。結構長いコースですね。ベストタイム1分1秒。早い。という風に、ちょっとした謎解きを入れてみました。難しいです。続いてのコース。急いでパルテナ様。パート2ですね。びっくりマークが増えてます。このように複雑なステージになってます。クリア率 24%。ベストタイム 16秒。一つ目の急いでパルテナ様よりだいぶ難しくなってます。時間もかかります。行ってみましょう。うわ、こっちかい。だいぶぐちゃぐちゃした感じになってますが。危な。当たってるし。よいしょ。落ち着いていきましょう。やばい、いろいろ出た。っていう感じです。いろいろあるステージ。ハマーブロスも健在です。隠しブロックもあったりして、ちょっと厄介なようにしてみました。って感じです。続いて、スクロールトラップっていうステージがあったのですが、削除されてました。残念。その次、アイスバブルランド。クリア率 2% 低。ベストタイム51秒。早いですね。あ、ちなみにベストタイムは、投稿、じゃあ収録時、2016年3月7日時点でのものです。ということを断っておきます。行きましょう。よっしゃ。おっと。お？キノコだ。消えた。めげない。走り抜けられます。おーっとー、落ち着けば当たらない。っていう感じになってます。よいしょ。おーっと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 、よし。危ないですね。ここは全力で上だ。さあ、また戻ってきました。おっと、隠しブロック。おっと、隠しブロック。っていう風に、一列ずつ謎解きをしていくっていう感じで作ってみました。右と左にはヨッシーがいます。ん？左にはヨッシーがいます。その左にはブラックパックがいます。まあ、そこはいけないんだけどね。おっと、ちくわブロックだ。落ちるぞ。気をつけましょう。落ちます。タイミングを見計らっていきましょう。さあ、ボスステージみたいにしてみた。ここはアンチ。危ないですね。向こう行ってみましょう。おお、荒ぶってる荒ぶってる。さあ、そこに斧があります。この P スイッチを踏めば開きそうです。大丈夫か。 OK。 ちょっと待ってから安全地帯で押す。フィーバーやったぜ。
割と取り直しなしでいけたな。結構難しいんですよね、ここ。はい、クリア。ベストタイム51秒早い。はい、というわけで次のステージはストレンジマリオというステージを作って投稿していたのですが、消えました。というわけで、前回紹介した動画のステージ、前回動画内で紹介したステージは以上になります。それ以降の新しいステージ4つあります。やろうかな。やる前か。ID だけ出しておきます。負けないでパルテナ様。どんなステージ？ちょっとやってみましょう。ID こちらです。おっと。またパルテナの続編ですね。おっと。おっちょ、ちょっと待って。なんだこのステージは。パブロック。いけない。どうやって進むんでしょうね。あ。なんか見えてきた。なんか見えてきましたね。おお。これでなんかするんでしょうねっていうステージです。全然伝わんねえだろ。シリーズものとして、パルテナ様シリーズ。一画面でゴールできるようになっていますが、ゴールは塞がれています。という感じで使ってみました。クリア率も相当低いです。ぜひお試しください。続いてのステージ、P を探せ、Look for P。クリア率 2.17% 低い。ベストタイム、3分38秒。長っ。やってみよう。さて、マリオ3ですね。あ、もう出ねえ。なんかありますね。こっちはブラックパックンで、そこになんかブロックありますね。入れません。土管には入れません。さあ、なんかいろいろありますが、やっぱり入れません。ツタが伸びた。そして先には何もない。そして、P ドアがありますね。P スイッチで開くドアがあります。さあ、この上、何なんでしょう。行ってみよう。よいしょ。おっと、二手に分かれてる。向こうには、靴くり棒。こっちは何だろう。おっと、ボム兵だ。なんだ?火。こっちは危ないですね。それじゃあ逆側行ってみましょう。よいしょ。さあ土管から出た先には何やらバブルだらけのステージが。リフトがあります。乗ってみよう。ギャッ！おー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 。なんだ？危な。あっ！さあ、というわけでこのステージ、Pスイッチを探すステージ。Pスイッチはどこにあるんでしょうか？っていうステージです。やってみてね。クリア率低いな。さあ、続いてのステージ。簡単。クリア率 5.26% 低。ベストタイム5分33秒。長い。ちょっとやってみよう。なんでこんなに難しそうな。ねえ、簡単。顔文字までついてます。キノコだ。
そんな簡単そうに見えないですけどね。さあ、渡っていきましょう。もう、亀は無視しましょう。天井が低いですね。そして、キノコだらけ。あまり優しいステージではなさそうですが。ファイヤーだ。敵は倒しやすい。おっと？よっ。上は、いけなさそう。さあ、ちょっと進んでみましょう。よっ、危なっ！どこが簡単だよ。よいしょ。にゃっと。よいしょ。入れなさそうです。オッケー。おっと、中間がありますね。フラワー、ありがたい。扉があります。いけ。外れです。さあ、ここは外れとなると一体。入れた。外れ。素直に出っ張ってる飛び土管へ行きましょう。さあ、あっと、再び P ドアがあります。 P スイッチを探してこなければなりません。リフトが たくさんありますね。おっと、入れるぞ。外れっていうね、簡単なステージです。やってみてね。やってみたらわかると思います。簡単です。嘘です。続いてのステージ、花探し。クリア率 6.02%、ベストタイム2分1秒です。やってみましょう。ニューマリユーですね。さあ、ゴールはある。ん？キノコがない。こっち行ってみよう。さあ、ハンマーブロス。しかも2台。嫌ですね。パワーブロック。ありがたい。ぽい。ラッキー。さあ。やった、ワンナップだ。お？前には進めなさそうです。さあ、おっと、入れない動画がある。隠しブロックでもなさそうだ。果たしてどうやって行ったらいいだろうか。さあ、扉を出ると、中間があって、さあ、花がありましたが、そこに壁があって、カメックが出てきました。何をどうするか。想像に固くないと思います。さあ、フラワーを取れるでしょうか。というステージです。まあ、フラワーがあれば、なんとかクリアできんじゃねえっていうステージです。ぜひやってみてくださいね。クリア率低い。クリア率低いですね。まあ、というステージを今の動画を作ってます。作って投稿しています。こんな感じです。いいねが結構集まってきました。難しいをまだクリアしてないですよね。またいつか動画で出したいと思います。いつかね。さあ、いろいろアップデートがあってね。これからもアップデート、いろいろされていくので。これからも作っていくでしょうね。いろいろアップデートも加わって、
こういうこともできるようになったり、こういうこともできるようになったり、これじゃねえや、これか、こういうこともできるようになったりしてますよね。いろいろマリオメーカーで遊べる内容は増えてきています。なんでね、これからもね、継続的に作っていこうかとも思っています。うん、動画に出すかどうかはね、わかんないんですけどね。というわけで、今回自分で作ったコースの紹介で終始しましたが、次回があるとしたら100人マリオやってみるっていう感じですかね。難しいコースもまだ一回もクリアしてませんからね。しかもアップデートで難しいをクリアしたらとても難しいというのが出るようになるらしいのでね、難しいで止まってられないということでやっていきたいと思います。というわけで、今回ここまで。ご視聴ありがとうございました。